ことかぜ号機は、三重県津市出身で、佐渡が学部屋所属の元大相撲力士、演歌歌手。本名は、中山光一。高等区立深川第二中学校卒業。最高位は、東大関。現役時代の体格は、身長183センチメートル、体重173キログラム。特異種は、左四つ、より。現在は、年寄り、お車。 スポーツ法治評論家。愛称は、ペコちゃん。ガブリよりを武器に、膝の怪我に悩まされながらも見事大関まで昇進した、力士で、ペコちゃんと呼ばれ、人気も高く、相撲を取る前には、学業で、体育以外は、オーレゴというインテリでもあった。小学5年生まで、ス立高ツダカ小学校に在籍していた。中卒後は、料理学校への進学を希望していたが、 周囲から料理なんかうちの母ちゃんでもできると冷やかされ、当時大関のこと桜に勧誘されたことで、結果的に力士としての道を進んだ。入門前に部屋に見学を訪れた際について、本人は父や祖父、祖母は相撲が好きだったけど、俺は興味がなかったと後に振り返っている。力士がしごかれるよう、響く場声に恐れをなし、稽古場を離れて、近くのベンチに座って、 父を待っていると、琴桜に声をかけられ、父と共にちゃんこに誘われた。土産として、マロングラスをもらい、その味に、お相撲さんは強くなったらこんなに高級なものが食べられるのかと入門を決意。琴桜が引退後独立した際の弟子として、こっそりスカウトして稽古をつけていた。当時は入門するまでの間はそのままない弟子として、 普通の中学生活を行うつもりであり、本人も入門については深く考えず、東京で生活できることに喜んでいたが、当時の佐渡が学親方に見つかり、内弟子なんか許さんという佐渡が、学の方針により1971年7月場所に、初土俵を踏まされた。はじめは、琴桜のうちで死扱いのため、かなりいじめられ、当時の琴桜はまだ現役で、 親方の立場ではなかったため、助けようがなかったという。ことは涙をこらえながら、人をいじめることには、何の意味があるのか、人をいじめて楽しいのかと自問自答したが、周囲を見返すために稽古に打ち込み、もともと運動音痴であったこともあってか決して、うぬぼれはしなかった。ことは引退直後独立を許されなかったため、内弟子であったことは父に、 横綱の部屋に行けないのだったら相撲をやめると打ち明け、廃業する覚悟もしていた。その後、間もなく、佐渡が学親方が亡く,くなり、当時、白玉親方を名乗っていたこと桜が正式に佐渡が学部屋を継承してからは、いじめはなくなったという。1975年11月場所に、新十両、1977年1月場所新入幕。同年、 11月場所で2回目の挑戦で、北の湖から金星を上げるなど10勝5敗を挙げ初の3勝となる、祝勝を獲得。この場所の北の海戦は、左四つになって、右前回しをつかみ体を煽るように寄り立てると、北の海は土俵下へもんどり打った、という流れであった。これ以前は、腰の重さに任せた相撲であったが、この一番をきっかけとして、相撲が速くなった。 翌1978年、1月場所新戚分け。一役大関候補となり、幕内上位の常連となり活躍したが、1978年、11月場所の麒麟ジ戦で、左膝内側側副靭体断裂の大怪我で、途中休場。翌1月場所の近所戦でそれを再発させて、再び途中休場。古傷の再発ということで交渉が適用されず、 以後2場所連続全9で、幕下30枚目まで陥落。それでも腐らず怪我を治すと、幕下2場所、重量1場所で通過し、1980年1月場所で幕内復帰。その場所で12勝3敗の成績を上げ関東賞を受賞。翌、3月場所も10勝5敗の成績を上げ2場所を連続の関東賞受賞。 5月場所では関脇に復帰し10勝5敗の成績を、げ、しく賞を受賞するなど、再び大関候補に、のし上がるも7月場所ではまたも、土地光線で左膝内側側腹靱帯断裂、左膝半月板損傷、左腰部座章の大怪我で、途中休場。当時理事長の春すの親方が、今度こそダメだろうと言ったほどの重傷であった。この怪我で、 初めて幹部にメスを入れたということからも、怪我の重大さがわかる。それにもめげず1981年3月場所に、関脇に復帰すると3場所連続で関脇に定着。7月場所後に、唯一の大関だった千代の富士が横綱に昇進。翌、9月場所は大関が一人もいなくなったため、こと風にとって、大関に昇進するにはこれ以上ないチャンスだった。 その場所で関分けで12勝3敗で初優勝。直近の大関昇進の事例と比較して勝ち星数で劣るものの前日の理由もあって大関へ昇進した。伝達式では満面の笑みを浮かべたが、その夜になると左膝の怪我を抱えていることから大関としてやっていけるかどうか不安になり、トレードマークである笑顔が消えた。 さらに1983年1月場所にも14勝1敗で、関脇朝潮との優勝決定戦を制し、2度目の優勝を飾った。唯一の綱取りとなった翌、3月場所は11勝4敗と失敗に終わり、その後も優勝や横綱昇進までには至らなかった。それでも2度目の優勝を果たした同年、1月場所から1984年。 一月場所まで七場所連続十一勝以上を挙げ大関としてはかなり安定した好成績を残していた。しかし1984年三月場所からは三場所連続で一桁勝ち星が続いてからは調子が下降戦をたどり始める。1984年九月場所千秋楽最後まで多賀龍と平幕優勝を争った小西樹に対して2分を 超える大相撲の末勝利し4場所ぶりの2桁勝利となる10勝5敗。翌11月場所も10勝を挙げたが、これが自身最後の2桁勝利となった。1985年1月場所では7勝7敗で、迎えた千秋楽で大関朝市を下して8勝7敗と、ようやく勝ち越し。だが、翌3月場所6日目まで5勝1敗と、 校長も7日目から千秋楽まで9連敗を喫し、5勝10敗で、自身初の大関解禁負け越しとなる。これで、平幕時代の1981年1月場所から、続いた連続勝ち越し記録も25場所でストップした。初の大関門番で迎えた翌、5月場所では、6日目の大西旗戦で敗れた際、右膝外側側側副人体損傷。 右飛骨頭剥離骨折により、翌7日目から途中休場2場所連続負け越しで大関陥楽が決まってしまう。関分けに下がった7月場所は交渉全休。さらに9月場所も怪我の回復が遅れ、全休10勝以上で大関特例復帰だったがそのチャンスも失った。11月場所では東前頭10枚目まで番付が降下。 この場所再起をかけて土俵に上がるも、初日見すぎいそ、二日目霧島、三日目寺夫さん、連敗して引退を発表。旅重なる、左膝の大怪我を乗り越えてきたこと風だったが、結果的に良かった方の右膝まで故障してしまったのが、致命傷となり28歳の若さで引退となった。引退後は、年寄り、小車を襲名し、 佐渡が学部屋から独立する形で1987年3月に、小車部屋を設立した。部屋設立を決意した際、小車は妊娠中であった妻に対し、ある日、部屋が火事になり、弟子と実子が建物に取り残されたとする。一人しか助けられない状況なら、私は間違いなく弟子の方を救出する。その強い気持ちがないと、 部屋は運営できないという内容の話を聞かせたが、妻もその決意に納得した。小車は怖くて荒っぽい方向で厳しいという相撲のイメージを一新し、小車部屋で相撲を取っていた経験を買われて社会に安心して受け入れられる人格者を育てたいという思いを持って部屋運営を始めた。以降、竹風や吉風などの関取を育てるとともに、2005年4月には、 お塩川親方が部屋経営を断念したため、お塩川部屋を引き取った。2009年1月に、所属関取である、若麒麟の大麻所持事件により、委員から平戸市寄りへの二階級降格の処分を受けた。これに際して、部屋の閉鎖も考えていたが、吉和選ベ屋の力士から、自分にとっての師匠は、親方だけです。親方が部屋を畳むのなら、 自分も引退しますと悟され本人した。取りや裏方衆にまで土下座して謝罪したという。師匠としては甘いという印象があるが、竹風や吉風が厳しい兄貴役を買って出てくれている。ある日その二人に若い弟子が怒られて肩を落としていた時、お車はジュースとか菓子を与えて何も言われないより叱られて変わった方が自分の財産になるんだよ。 頑張りなさいと励ました。そんなお車が激怒したのは、ある時玄関掃除の際に弟子が空き家の水道にホースを差し水を投与した時であり、これにはお車もお前たちのやっていることは泥棒と一緒だと声を荒げた。2010年の開戦で委員に復帰するが、2011年に、 大相撲やお調問題に関与したとされる弟子の星風が4月14日に解雇された責任で再び主任に降格した。なお、グルマは星風が引退勧告処分になる前にこれだけ騒がれればどちらにしても相撲は取れないと調査委員会の決定にかかわらず星風を引退させる意向であった。2012年の理事会選で日本相撲協会の理事に初当選し、 巡業部長に就任。しかし、同年4月4日に、小浜市で行われていた春巡業の会場内で、転倒した際に、古傷がある頸済を念座して、緊急入院し、同月11日に手術。一時は、首から、舌が麻痺して寝たきりの状態であり、2ヶ月の入院を経て、リハビリを開始した時には1 2 0ラムあった。体重が9 0ラムを割り、 握力が左4キログラム右が0キログラムとなっていた。しかし、リハビリのかやって、9月に、公の場に姿を見せるようになり、11月11日に、退院、14日から職場復帰している。2013年春巡業をもって1年ぶりに、巡業の職務に復帰し、しばらくは会場の隅で椅子に座って稽古を観察する形で、職務を行い、同年秋巡業からは、 怪我が十分に回復したため通常通り度評価で指導するようになった。後の話によると、普段の怪我は、頸髄の4番から3番が損傷した上に2番にも傷がついていたと言い、本来ならば呼吸器をつけて寝たきりだったという。だが当時存命であり同じ病院に入院中であった大宝が車椅子に乗ってリハビリ病棟へ見舞いに訪れたことをはじめとして、 多くの住まい人から激励の数々を受け、キャビンアテンダントとして大切な訓練を行っていた娘が3ヶ月の介護休暇を取ってリハビリの支援を行うなどの助力があって復帰を遂げた。リハビリのかやって入院前まではずらっていた糖尿病は完治したという。また日本相撲協会巡業部長を務める傍ら NHK 総合テレビの サンデースポーツの相撲解説者として、場所ごとに出演しているほか、スポーツ放置の専属評論家を務めている。2015年12月には、八角理事長就任により、それまで八角が務めていた、協会事業部長を引き継いだ。2016年7月31日、昭和の大横綱の千代の藤子特殊親方が61歳で、病死。 その訃報に電話で聞いてびっくりしている。名古屋場所中に体調が悪くて帰郷したと聞いていたが、まさかこんなに早く亡くなるとは、とショックを隠せなかった。なかなか勝てなかったが、よくで稽古に来た、千代の富士関と稽古をして、お互いに鍛えられてきた。私が大関になれたのは、九十親方のおかげです、と感謝の言葉を述べた。さらに、自分に厳しい人で、 苦渋親方しか伝えられない経験をもっと伝えてほしかった。今は安らかにお眠りください。今後の相撲界を見守ってくださいと言いたいですと無念そうに語っていた。2017年4月26日に60歳の誕生日を迎え、部屋では還暦祝いが行われる。竹風、甘風らで死に囲まれ誕生契機を前に祝福された。お車は 静かに過ぎようとしたのに、こんなにお祝いをしてもらって、感無量ですと満面の笑みを浮かべた。さらに、マスコミ人に対しては、まだまだこれから、老骨に鞭打って5年後までは頑張る。良い時こそ、悪いことへの原因が生まれやすい。兜の糸口を締めてかからないと、と、今後の意欲と相撲協会員としての責任感についてコメントした。 2020年1月30日の役員候補選は定員を超過しなかったため2008年以来6期12年ぶりに無投票となり、小車を含む理事候補10人、副理事候補3人が全員当選。同年3月23日の評議委員会で正式に理事として選任された。白鵬、鶴流の二横綱が2020年11月場所を休場した際には、 身体をかけて出てこないとダメじゃないですかね。それぐらいの気持ちを持って出てくるんじゃないですかねと厳しい言葉で再起を期待した。幕下まで陥落した時、周囲は怪我で番付を落としたのだから本来ばっかりかの力士に命じられる部屋の雑用はやらなくてよいとしたが、ことかぜは自分は幕下の力士だからと他の力士同様に重量に復帰するまで雑用をこなしていた。 ことかぜ自身も今までは勝負に勝つことにしか意義を見出せなかったが、膝の怪我をしてからは相撲を取ることそのものに意義を感じられるようになったと心境の変化があったことをインタビューで語っている。幕下で復活を狙っていたある時も、巡業で重いトランクを引っ張って、佐渡が額の後をついていったが、その巡業でことかぜは当時幕内であった藤桜から、お前、偉いなぁ。 絶対に戻れるから腐るなよと励まされた。その代名詞とも言えるガブリよりは下半身が硬い、こと風にとって必要に迫られた技でもあったが、上位力士にとっても侮れないものがあった。こと風の体型が相手の懐に飛び込みひたすら前に出るには、理想的であったこと、土俵際で投げを打たれにくいなど、相手の変化に影響されにくい利点があった。 前世紀の横綱北の海からの初勝利の時、初優勝の場所で、横綱二代若の花を下した一番でも、このガブリよりが大いなる武器となった。しかし、ことかぜは膝の怪我に悩まされており、全身をバネにする技だけに、ガブリよりが与える膝への負荷が小さくなかったのも、事実であった。主な力士との幕内対戦成績ことかぜが、活躍した時代には、 様々な競合がいたが、ことかぜは、海域史に強く、上位との対戦を多少強いられても十分勝ち越す、実力があった。ライバルには朝潮、北天竜などがいた。若島津、高野里との対戦はことかぜが大きく勝ち越すなど、上位にも通用する強さがあった。一方、北の海には23回の取り組み中わずか3勝と、大きく負け越し。この勝は、 平幕時代に挙げた金坊氏であり、大関昇進後は全く勝てなくなってしまった。千代の富士に対しては、20日は合わせから5連勝していたが、千代の富士が、ことかぜ対策を練るために、佐渡が学部屋に出稽古に来るようになり、6度目の対戦で、千代の富士に初黒星を喫して、以降は力関係が逆転して、全く勝てなくなってしまった。なお、 ことかと千代の富士の三番稽古は、千代の富士の横綱昇進後も三年ほど続き、ことかにとっても自力強化をもたらす貴重な財産となった。九百八十四年から引退する九百八十五年までは、あまり目立った活躍とは言えなかったが、倉へ国技館で行われる最後の場所となった九百八十四年、九月場所では入幕に場所をめながら、殺人ずっぱりで、 上位陣を次々と破る大活躍を見せていた小西木を先週楽で打ちまかした。しかし後に横綱、大関に昇進した大の国とは3連勝の後8連敗を起死した。他朝日富士、安市、小西木霧島、北尾とも、それぞれ互角もしくは負け越しと分の悪い成績となった。こと風の安定した成績を表すものとして、 大関時代の通算成績がある。在位年数こそ3年半余りと、決して長いとは言えないものの、勝率に換算すれば1場所15日制が、制定された1949年5月場所以降に、昇進した最高位が、大関の力士の中では、最も高く、1983年1月の2日目から1983年。 3月場所の7日目にかけて記録した21連勝は、年6場所制になって、以降に横綱経験者を除いた力士が記録した、中での最高連勝記録となった。大関在位中は、解禁を続けて、在位21場所目の1985年、3月場所に5勝10敗と大関の地位で初めて、負け越した。自信初かつ唯一の角番となった翌、5月場所に、 大関時代初の球場を経験して、大関を陥落した。在22場所中、1982年11月場所から1984年1月場所に、かけての8場所連続を含む13場所で2桁勝利を挙げている。自身は、9勝6敗でも申し訳なくて、角番なんかとんでもなかったと後に語っている。帰力士に対する取りこぼしが少なく、上位にも、 十分に通用していたことがこの数字につながった。現在でも、こと風の綱姿を見たかったと話すファンがいる。その後、2013年9月場所で引退した元大関、バルトが在位は15場所と短いながら、133勝69敗23球で勝率。658とこと風に並ぶ、大関勝率を残した。皮肉にも両者は、 怪我が原因で大関から陥落した点、それから間もなく、怪我で大きく番付けを下げて、若くしての引退を余儀なくされた点で共通している。なお2020年3月場所時点で現役の元大関高安は、バルトと同じ在位15場所で113勝57敗55、9、勝率、665であり、大関に復帰できないまま引退すればこちらが最高となる。 ありがとうございます。